ちらがその毒石と言われている石ということになります。こちら村住山という場所にある村住神社という場所になります。こちら御祭神として大山住の御事、この花咲夜姫、女ムッチの御事の三神を祀っている神社で、近年では安山の守護神として名高い場所だと。創建は飛鳥時代、大村寺物部守屋の次男だった物部正知という人が、神福寺っていうお寺を建てるにあたって守護神として村住山山頂に誕生したということだそれで、こちらはその下宮になるということです。で、今回こちらに来たのはこの村住神社の奥宮にあるものがあると、あるね、伝承伝説にまつわるものがあるというので、そちらを見にやってきました。奥宮はね、ここからさらに登っていって、まあ駐車場があって、そこからさらに山奥まで歩いていかないといけないということなので、結構ね大変そうなんですけども、頑張って向かおうと思います。はい、16時40分でね、山に入りに明らかに遅い時間なんですけども、ちょっとね今から向かっていこうと思います。村住山自然公園といって自然公園になっているということですね。まあ、この先を奥宮に向かって進んでいこうかということですね。はい、そんなわけでね、本格的に山に入っていくので、はい、結構な坂をね登ってきて、村住神社急坂につききついルートっていうのと、まあ、こちらね緩い坂道が続くルートがあって、多分こちらからとかでも行けるんでしょうけども、せっかくなんでね、こっちからやっぱり向かっていきたいと思います。ここにちょっと魔岩仏なんですかね、なんかちょっとねあるんですけども、これが一体何なのかはよくわからないっぽいですね。まあゆっくりと登っていきましょう。ちなみに毒石という石ですけれども、これ物は那須にある殺生石と同じと同じ伝承が語られているようです。つまり、朝廷に入り込んで悪さをしていた九尾の狐、玉物の前と、ね、名乗った九尾の狐を退治した際に那須の方で石になりまして、それをね元能所が砕いた時に飛び散った、その残骸という話ですね。鳥居かな、朱色の建造物見えましたね。もう着くようです。鳥居の先にね石段間のうーんってなりますけど、はい、これが奥宮のね鳥になります。さあ登っていきましょう。こちら拝殿ですね。はい、こちらが、本殿になりますね。保護のためか
扉つけられてますし、さらに周りもね覆われてますね。で、肝心のというか九段の独石ですけども、本殿の向かって左手ですね、そっち側ですねにあります。二基の自然石ということなんですけども、大正時代にはね墓石と言われるようになってたそうなんですけども、こちらがその石ですね。大小ある感じで、こちらがその毒石と言われている石ということになります。右が細川義末、左は古い時代の神主のものと言われ、まあ戸ヶ崎義宗とか細川義久、細川義興とかの諸説があると言われてます。でさらにこれがね、その、墓石の伝承と別にあるのが先ほどの毒石結晶兵の伝承ですね。三浦義明に射殺された玉物の場合、陽子のね怨念の石とあるとされ、まあそういう伝承をねつけることによって鬼人の墓に緑に触れさせないようにしたんではないかという説があるようですね。こちらがね毒石というものですね。まあこの石が、まあこの石に関してね、この石があるから何かこういう、まあ、いわばね霊現象が起きたとか化け物が出たとかっていうね心霊話的な感じの話はないんですけど、まあ、ここに来た時に村人の狩人が鳥が石に背を向けて亡くなっているのとか、ウサギが背を向けて亡くなっているのを見たり、漁師自身も触ると病気になってしまったという話があると、そういうふうに言われている石になりますね。ああこのね、村積み山にはさらに奥殿陣跡という、遺構とかもありまして、いろいろと歴史のある場所だというふうに言われているようです。昔からね、信仰を集めている山なのかなという感じですね。はい、そんなわけで、こちらが、村積み山の毒石という伝承地のご案内でした。